あれ、セロ髪切ったと思ったらなんとマスクが。実はこれセロのたっての希望で大胆に特殊メイクしちゃおうってわけ。そして変身したのは完成。よぼよぼのおじいちゃん、これでは誰もセロだと気づくまい。ワクワクしながらおじいちゃんセロが向かったのは東京を走る都電。どうやらバレずに乗り込めたようです。この変装で一体どんないたずらをしてかそってのかな。おいおい、なんだこれ。大丈夫ですか。ちょっと寝起きだけです。こちらのおじさん本気で心配してくれてますよ。おーっと危ない。何ですか。いや大丈夫です、大丈夫です。ちょっと眠たかっただけです、先生。あ、そうなの。ならいいんだけどね。いや、それにしても随分変だよね。なんて言ってるうちにまたもや斜めになりすぎです。いや、この人ほんとおかしいわ。座りなさい。ちょっと飲み物ってお茶ありますか。電車の中だって。お茶ない。お茶飲み物。すいません。あらあら、広告破いちゃったよ。でもそれただの紙。おじいちゃん飲めないんだってば。なんと本当のお茶飛び出した。で、さっきの広告は、お茶の写真が消えて真っ白。どうしてどうして。ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごくごく。おじいちゃんセロの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後の一口はうまいね。さてと。おっと、またもや絵のお茶に戻っちゃった。本当に不思議。あらあら、ポケットに入れちゃって、また誰かを驚かせようってわけ。本当にまあ、皆さんの街にもおじいちゃんセロひょっこり現れるかもしれませんよ。お気をつけて。